カンナビである、三輪山神体山とは主に神道において、神が宿るとされる、山岳信仰やカンナビの山を言う。また、霊峰とも呼ばれ、霊峰富士とされる、富士山が代表的なものである。また、峠や坂という小さな峰も、神域や神が宿る場所としい雰形された。文化人類学のアニミズム論によれば、人類は生都市という現象を客観的に捉え、それを、 自我や意識に合わせた観念として、命という認識を作り出し、生き物や自然の産賀や岩や木々にも命や神や霊が宿ると考えた。日本でも同様に神道、特に縄文時代以前からある縄文神道と言われる古神道では大きいものや長いものや古いものによりくらいの高い神が宿ると考えた。フィリピンの赤族が信仰する。 ピナトゥボ山その代表的なものが山やミネボンであり、特徴的な大きな山には特に神が宿るとされ、これを山岳信仰という。山岳信仰は日本に限らず世界中にあり、ケニア南部のマサイ族やキクユ族は神が座する山としてキリマンジャロを信仰し、その他にはチベットのシェルパ族はエベレストを中国雲南省のナシ族はタマリュウユッキ山を オーストラリアのアナングはウルルをそれぞれ神が宿る、神の山として信仰している。日本ではカンナビと言われるものが山岳信仰の一つの形である。古くはカンナビは岩倉、岩坂と共に普通の山だけでなく火山や森を抱かない、いわゆる裸山やハゲ山も信仰の対象としたが、カンナビは木々や森林を抱く集落に隣接する山として、 神樹の森やヒモロギに変わっていき、岩倉は目を岩などと共に、岩、祈願や巨石、奇石として霊石になり、現在ではヒモロギと合わせ神社神道の玉垣の原型とされる。これら古神道の信仰された場所に、現在の多くの神社神道の社が混流され、祭神は自然そのものから、見琴と言われる人格神にとって変わっていった。このことは、 古代の神社の多くが新体山信仰に起源があり、その根拠として、神社の建築様式では、基本的に鳥居社殿神体山という序列があり、参拝者の後方に神体山がある場合にも、賛同を考慮するとこの序列が成立するとする、説からも伺われ、他の説もあるが、池辺渡るが、古来から大規模集落に見られる祈祷や、祭礼の場所としての古神道の神殿から、 仏教思想の影響により、神社の本殿に神が鎮座するとする、神城在思想が発生したとすることなども、古神道の場所に神社が建立された、とする説明に合致する。また影山春樹は、古墳やつかと同様に、ソレイ信仰に始まり、やがて山そのものを信仰する、自然神道的な形態に変遷し、後に、山中のソレイ人に、濃厚の神の観念が重なっていったとする。 後世には古神道の山岳信仰が密教や禅宗や道教と集合した主言道での統廃も活発化した。新大山である霊法富士古くは、日立国風土記に富士山の神と筑波山の神の逸話が記される。親神が富士山の神の元を訪れ、宿をこうたが富士山の神は物意味中として宿泊を拒否した。親神は次に筑波山の神の元へ行き、 同様に宿をこうたところ、今度は歓迎された。そのため、筑波山には人々が集まるようになり、反対に富士山には絶えず、雪が積もり人々が来なくなったという、本朝世紀によると1149年に松代が山頂に一切今日を埋納したとされ、現在も富士山頂出土と伝えられる埋納業が浅間大社に伝わる、平安時代の文学のしな日記には、 当時の一部の人々には、藤山の神が、朝廷の次の年の樹木を決めると思われていた記録がある。富士山の八合目より上は、土山道、富士山側攻所を除き、浅間大社の境内である。ただし、静岡県、山梨県の県境が未確定のため、土地登記はしていない。徳川栄康造営、浅間造りの建築富士山町には、富士山本宮浅間大社の奥の宮があり、 富士山の神と、この花咲くや姫命を祀る。この女神は、火の神ともされるが、富士山本宮浅間大社の社殿では火を鎮める。水の神とされる。富士山の神がこの花咲くや姫命とされるようになった。時期や由来は不詳。浅間大社は、浅間造りという特殊な神社建築からなり、富士山の神様にお供え物をするという意味で、富士山が真正面に見える位置まで、 高くしたと言われる。江戸時代には、庶民の間でも富士山の東廃が広く行われるようになった。これは、戦国時代から江戸時代初期に富士山麓の一穴で修行した、格行富士富津商法3年が行った富士信仰が起源とされる。庶民は富士山への信仰を強くし、特に江戸の各地には富士山を要拝する富士塚が多く作られた。 富士塚は土を持って作られた人工の小さな山で富士山がよく見えるところに作られ山頂には浅間神社が祀られて富士山に行くのが難しい人でも疑似的に東廃を体験できるものである。こうした富士山信仰の高まりを受け江戸時代には富士山信仰を基盤とした神仏根光の新宗教が多数登場した。新宗教は江戸で布教を行い、 富士公を組織して、江戸幕府が無視できない規模になることもあり、幕府はしばしば富士公近世のちぶれを出した。例えば、1774年から1849年に、江戸町部行所は7回の近世のちぶれを出した。これらの新宗教は、明治期の激動を経て、今でも実行教、丸山教、不走教などと脈絡を保っている。ありがとうございます。